1997年公開の日本映画。監督と脚本は黒沢清東京国際映画祭コンペティション部門に正式出品され役所工事が最優秀男優賞を受賞した。その後海外でも紹介され、黒沢清が国際的に知られるきっかけとなった。1997年日本インターネット映画大賞日本映画作品賞受賞作。 連続猟奇殺人事件を追求する刑事と事件に関わる謎の男を描いたサイコサスペンススリラー作品。タイトルは初め、伝道師だったが、撮影当時に起きていたオウム心理教事件との兼ね合いから宗教的な犯罪者だと誤解を受ける可能性を暗示、大英プロデューサーの提案で現在のタイトルに変更している。本作は黒沢にとって 世界史上での出世作であり、特に、フランスで人気がある。ルモンド氏の映画評論家、ジャンミシェル・フロドンは本作を高く評価し、黒沢が、フランスで、ダゲレオタイプの女を撮影するきっかけになっている。主演の役所工事は、この作品で、第10回東京国際映画祭、最優秀男優賞を受賞し、以後、黒沢清監督映画の常連となっている。 小婦が斬殺される事件が発生。被害者は鈍器で大田後、首から胸にかけて X 字型に切り裂かれていた。犯人は現場で逮捕されたが、動機を覚えておらず、その手口さえ認識していない。刑事の高部は同様の事件が相次いでいることをいぶかしがり、友人の心理学者、佐久間に精神分析を依頼する。しかしなぜ、 無関係なはずの犯人たちが同じ手口で犯行を行うのか、そしてそれを認識していないのか、その手がかりはつかめない。家中の高部は精神を病んでいる妻との生活と進展しない操作に翻弄されて疲弊してゆく。やがて、加害者たちが犯行直前に出会ったとされる男の存在が判明する。男の名はマミヤクニヒコ。記憶障害を患っており、 人に問いかけ続けるその言動は謎めいていた。そんな、マミヤの態度が高部をさらに追い詰めていく。しかし、マミヤと関わっていく中で、高部の心は密かに癒されていく。黒沢清志、キュア徳馬書店、1997年、ISBN41 億9890万7684、監督自ら書き下ろした、ノベライズ作品。 メスマー道具立ての一つとして、ありがとうございます。